はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえずチュートリアルだったのかな、前回は。そんな感じだったよね。ひたすらチュートリアルやったなーって感じっす。じゃあ、やっていこうか。第1章みたいだね。次やるのが。だから、次やるのが第1章だから、ほんとチュートリアルだったんだと思う。来た。来たね。声違くないなんか。こんな感じで始まってたっけ？なんか声低かった気がするんだけど、今。やっていこうか。シティガード。皆さん、おはようございます。おはようございます。LBC ラジオのお時間です。毎回ラジオで始まるのはいいなぁ。ちょっとやっぱ挨拶で引き締まるからさ、心も。話題の成果集、ザック・エルビナーさんよりコメントをいただいています。お、マジ？楽しみ。皆様、おはようございます。おはようございます。どこで呼べばいい？どこで名前を呼べばいいんだ？ザフカでいいのか、ザフカって書いてるもんな、あそこ。ウィンドウのとこ。私の歌が連日ラジオで放送されているだなんて、恐縮の極みです。まあ、これ、聖歌とか歌ってる人は確かにそう思っちゃうかもしれない。そう思うっていうか、なんていうの、まあ、そういう人だよね、多分。そんななんか、ありがとうございますっていうよりも、なんか、やっぱ。これからも多くの人を歌で癒していけるよう。はい。ロンドンの皆さんの活力となれるよう。はい、精進してまいります。そうだよね。でも聖火は結構癒してくれると思うけどな。恋も若きも、やめるものも健やかなものも、私どもは祈りと救いにより、迷える方々の力になれます。ありがとうございます。迷える子羊のために、いつでも教会の門は開かれております。ぜひ一度サルーフ福音教団を訪れてください。福音なんだ。あ、なるほど。てかさ、この迷える子羊っていうのはさ、これ。これ現実世界でも使うの？あなたのご来訪をお待ちしております。なんかゲームでしか聞いたことないんだけど、まあ教会とかあんま行かない、行ったことないから分かんないんだけど、迷える子羊っていうのはその品質単語なん。昨今発生している連続強盗殺人の容疑者が死刑により逮捕されたとの知らせが。ああ、そっか、俺捕まったのか前回。俺がなんか、なんていうの、免罪食らったのか。昨晩警ら中の警察官が殺人現場に立ち尽くす血まみれの男性を取り押さえたとのことです。俺、それ俺やって、多分俺じゃないって。だから逃げたじゃんね。俺じゃないじゃん、どう考えても。取り調べ室すごいあれだな。なんていうの、なんていう単語、なんていう表現すればいいか分かんないけど、なんかあれだわ。コンクリの壁で囲まれて、その車内の取り調べ室に用意された粗末な椅子には不機嫌そうに顔を歪めたアーサーが座っていた。さて、取り調べを開始します。はい、最初に自己紹介をしておきましょうか。ちょっと出身まで言わないといけないの。こちらはロンドン死刑の刑事、ハリー・ブラウン。私はシャーロット・ピースレイと申します。お前ら自己紹介してくれるんだ、ありがとうございます。ハリーだ、お前目つぶんじゃねえよ、チカチカ。下向いてんじゃねえよ、お前前向けよ。警察かよ、それで。シャーロットはアーサーの目の前に陣取り、背筋をピンと伸ばし忽然とした表情でまっすぐアーサーを見据えている。いや、こいつは警察っぽいよ。ただ奥のやつは許さんからな。対してハリーはというと、気だるそうに椅子へ腰掛け、あくびを噛み殺さんばかりにむにゃむにゃと眠そうにしている。いや違う、ハリーはむしろこいつが犯人じゃないってことを見抜いているんじゃないか、もしかしたら。真面目な女性警官と不真面目な男性警官、二人の性質は正反対であるようにアーサーは感じられた。今日は私たちがあなたの取り調べを担当します。よろしくお願いします。お願いします。それであなたはアーサー・ヒューイットで間違いありませんね。まあ多分、はい。では始めましょう。こうなるんだ。アーサー・ヒューイット引きになるんだ。年齢は22歳、はい、職業は探偵。はい、巷ではなかなか有名なようですね。あ、そうなんすか。僕あんま知らなくて。私も評判は伺っています。あ、はいはい、ありがとうございます。世のため人のため、誠心誠意仕事に励んでいるのだとか。ああ、どうぞ。それほどでもありませんが。しかし、それほどまでの正義感の持ち主が、なぜ強盗殺人を犯したのですか？だから俺じゃないって。だから逃げていた犯人がいるって話してるじゃないですか。そいつはどうなったんですか？ごめん、かぶせる。わざとかぶせた今。これまでに何度も繰り返されたやり取りだった。激高して立ち上がった朝を椅子に背を預けたハリーが気だるそうに見てすぎる。逃亡したやつとお前が共犯って線も捨てた。ああ、まあ確かにそれはありえるな。わかりやすいおとりを逃がし、捜査の目をくらませるってな。あ、まあ確かに、そう言われたら確かにその可能性もあるわ。大した証拠もなく犯人扱いはよしてください。
何度でも言いますが誤解ですよ、うん、あの場に居合わせたのは偶然で僕は襲われたんだ。監視カメラとかないからね。でもあそこ偶然ね、うん、偶然通りかかるような場所じゃねえがな。確かにな。おい立派でこいお前、さん、うん、一体どういう経緯で現場に居合わせたのか説明できるのか。ちょっともう一人の僕出てきてよ。ちょっともう一人の僕、それは相棒。アーサーは言葉に詰まった。自宅で寝ていたらいつの間にか体が勝手に動いて凶悪犯と一線交えていたなどと言えるはずがなかった。まあ言えないわな。ほら見ろ、うん、言えねえんじゃねえか。事件の調査のためですよ。言葉に詰まったのは守秘義務があるからです。リッパーやましいところがあるからではありません。リッパーのせいで大変なんだけど。嘘であった。事件の調査について依頼を受けているのは事実だが、そのために路地を訪れていたわけではない。うん、知ってるよそれは。探偵とはいえ、うん、一般市民であるあなたが何の事件の調査について、やばいやばい、マフィアがバレる。誰から依頼を受けたというのですか。やばいやばい。今取り調べを受けている強盗殺人事件についてです。依頼人が誰かは明かすわけにはいきません。まあ確かにそれは言えないわな。凶悪な事件の調査は警察に任せるべきです。うん、あなたのような一般市民が殺人事件に関わるなんて命がいくつあっても足りませんよ。まあ、確かによく考えたら探偵は殺人事件に関わんないよな普通。どうなんだろうね。だってなんかさ、名探偵コナンとかでもさ、普通になんか探偵事務所がさ殺人事件に関わってるけどさ、リアルなくない？ そうですね、そういうこと。現に今こうして警察に犯人だと疑われている。うん、こんなことになるならおとなしく殺人犯の影に怯えて、言ってやる言ってやる、家にでも引きこもっていればよかったんですよ。皮肉めいたこと言ってやる。皮肉のつもりか。ああごめんごめん。殺人犯風情が偉そうにしやがって、うん、事件の調査ってのもどこまで本当だかな。お前らちゃんと調査してんのか。お前ら他にも調べることがいっぱいあるから、お前手抜いてんじゃないのか。殺人事件の方一旦置いてんじゃねえのか。僕は探偵ですよ、うん、依頼されれば仕事をする、それだけです。まあ確かにそれは、確かにそれはそうだな。夜の殺人現場に血まみれで立ち尽くしておいて仕事をしていただけだ。最近の探偵は殺人も請け負うのかよ。まあまあ血まみれってのは確かにな。だからそれは犯人から切りつけられて怪我を。現に僕の腕は傷だらけじゃないですか。確かに。それが自傷じゃねえってどうして言い切れる。逃げてったやつに手伝ってもらったんじゃねえか。まあまあでもそう言えるよな。そう言われたらしゃあないわな。俺は現場のこと知ってるからさ、やはりじゃねえわ。なんだこいつ、アーサーか。アーサーの味方になるけどさ、まあ、旗から見たらそう思われてもしゃあないわな。くそ、拉致が開かない。それはしゃあないわ。何、改めて殺害を否定する。不当な容疑者扱いに反論する。でも改めて殺害否定しても一緒じゃん、無限ループだから。不当な容疑者扱い。このどっちでもいい感やばいな。どっちでもいいな。どっちも似てるもんな。だって別に。でもこれ言ってもだって変わんないじゃん。これ、リッパーな。何度だって言いますよ。うん。僕は殺していません。不当な容疑者扱いだ。そうだ。ちゃんと調べてから来いよ、お前も。お前が殺人現場にいたことが揺るぎない事実だろうが。うん、何か無実を証明できる証拠、目撃証言がなけりゃ言葉を信じるわけにはいかねえ。いやー、まあでもこれどうしようもないもんな。監視カメラはねえし、殺人現場に血まみれだったのは事実だし、何とも言えないよな。証拠がないから疑う。うん、強引で勝手で人の話を聞きもしない。そうだ。それが市民の守り手なんですか。そうそうだ。その知った風な態度気に入らねえな。文句があるってのか。あれだな、まあ声優は違うんだけど、あれみたいな、リヴァイみたいだね。文句なら山ほどありますよ。神谷さんにやってもらってよ。冤罪に誤認逮捕と交流、うん、僕だって我慢の限界ってものがあります。確かにそうだ。舐めた口を聞きやがる。少しは度胸があるのかもしれねえが、うん、後で泣いて自白したって恩情はかけねえ。自白しねえぞ別に。僕が自白する必要はありませんよ。ああそうだ。きちんと調べればわかるはずです。わかるはずです。路地裏だ。監視カメラがないときつくないの、こういうのって。証明できなくない？それに倒れていた人はどうなったんですか。うん、僕に手錠をかけるより怪我人を助け起こすべきじゃないですか。それは違うと思う。
アーサーが犯人だと思われてるんであれば先に犯人を抑えるわ。倒れていた男性はすでに亡くなっていました。さすがに倒れてる人を起こしてるほど優しくねえよ警察は。先に犯人捕まえるわ。そうですか。なんだよ、しおらしくなりやがって。被害者の遺体の状態について知らないから、自分は無関係とでも言うつもりかよ。ち、今日の取り調べは長くなりそうだ。なんだとお前、それが警察の態度かお前。おい、ハリーは舌打ちをしながらアーサーから体を離し息を吐く。しかしその眼光は鋭さを失ってはいなかった。これが美女ならやる気が出るが、連続殺人の疑いがあるイカレ野郎だ。まったく、ついてね。同意しますよ。うわ、そうだ。人の話を聞かない乱暴者の警官。喧嘩起きてるぞ。喧嘩、いくらかこらえられそうです。喧嘩起きてるな。レディーだ。ならシャーロットに全部任せてやろうか。お、なんだとお前、おら、おい。こいつはレディーには程遠いがな。喧嘩すんなよ、話だけどな、ぶっちゃけ。警察と犯人で。ハリー先輩、無礼な発言は控えてください。それに容疑者との無駄話も。文句言いながらもハリーとシャーロットは事前に担当入れ替える。取り調べを再開しますね。うん。アーサー・ヒューイット、被害者から盗んだ金品をどこに隠したか話す気は？隠して金品知らねえよ。何ですって？聞こえませんでしたか？被害者から盗んだ金品をどこに隠したのかと聞いたのです。ですから僕は犯人じゃないと言ってるじゃないですか。うん、そんなこと知りませんよ。でもこれあれだな、なんか探偵だからあれだけど言うけどさ、これめちゃくちゃ潜入局なんていうの、最上級の潜入調査じゃない。だってこれだって金品盗んでるってこと知らなかったじゃん、殺人犯が。だからこれ結構いい情報よね。何が何でも知らばっくれるつもりか。んだとこら、おい、噛みついてくんなクソが。お前何も罪は犯していないんですよ。ああ、どうしたら分かってくれるんですか。いい加減にしなさい。は？免罪ってつら、免罪ってつらいんだけど。シャーロットは机を強く叩くとアーサーに顔を近づけながら睨みつける。彼女の視線は気迫をはらみ、瞳をそらさない。今に詰め寄って締め上げない上げかねない彼女の様子に、ハリーの目に少しだけ同情の色が浮かんだように見えた。おい若造、さっさと吐いちまった方が身のためだぜ。うん、このシャーロットはお前が嫌いな乱暴者の警官でな、うん、一度暴れ出すと抑えが効かない。俺じゃないとしか言えないもんな、こっちもな。ハリー先輩、無礼な発言は慎んでくださいと言ったでしょ。それよりアーサー・ヒューイット、あなたの心の中にほんの一片でも良心があるのなら、本当のことを話してください。であれば我々も心が痛む手段を取らなくても済みます。本当の領事、本当のことって言う、本当のこと言ってもめろ。いやいや、とぼけるなって言うじゃんね。僕はやっていない。それしか答えられません。アーサーはうんざりしたように睨み返す。疲労のせいかその目は座っていた。身に覚えない殺人の容疑、そして殺人を犯す輩だと思われている事実、どちらも到底納得できるものではなかった。あなたはまだそんな。はっ、ハリー、言うのが来た。取り調べを終了しろ。容疑者は釈放。いやもうじいちゃん、おじさん、もう分かってくれるのはあんたしかいねえよ。ああ、冗談はよしてくださいよ警部。警部、ちょっと後でご飯行こうぜ。その警官は入りゃいないや取り調べの終了を制限する。それを聞いたハリーとシャーロットは弾かれるように振り返った。ハリー、俺は別にふざけてなどいない、取り調べを終了し、容疑者は釈放するんだ。これ以上の交流はできない。いや、これが警察よ。こいつら二人ガキだからね。警察じゃねえもん、この二人。これ改めて言うけどさ、警察にこんなやついねえからな。日本の警察、そして世界の警察にこんなやついねえからな。こんなクソガキみたいなやつ。エドガー警部、どうしてですか？この男は強盗殺人の現行犯ですよ。もうエドガーさん、仲良くしましょう。そうセクなシャーロット。釈放するにもちゃんと理由がある。有能だもん、声がだって。まず検視の結果。凶器は刃物と断定された。だが、殺害に使用されたと思われる凶器は、現場からも、容疑者の身体検査でも発見されなかった。そう、そういうさ、ちゃんとした理由を持ってきてくださいよ。やっぱ、エドがさ、分かってるわ。このガキはさ、そういうこと調べずに来てるからね。クソでしょ。警察としてなってないからね、この二人。
こいつらが捕まるよ、下手したらこいつら。この警察2人が捕まるもん。被害者が所持していたはずの金品が物色された形跡があるにもかかわらず、容疑者はそれを所持していない。エドガーさん、もう分かってる、あんたは。通報した市民の証言によれば、現場にいた2人は争っていた様子だったとのことだ。強引に交流するには明らかな証拠不足だ。あなたが来てほしかった、一番最初。このクソガキ2人と相手するのに時間かかった、本当に。ですが、私はこの目で確かに。何この目確かにって。お前なんだそれ、警察じゃねえぞお前。そんなの見たのは遺体の近くに彼がいたという。言ってやれ、江戸川さん。江戸川さん、機関士と夜間警ら組から現場から逃げ去った人物についての報告を受けている。うん、行ったね、一人一人行ったね。凶器らしき刃物を所持し、顔を隠していたとのことだ。ひとしきり後を追ったが逃げられたそうだ。江戸川さんだわ、やっぱ。警官が来たからすぐに姿を消したんだ。そちらの方が犯人の可能性が高いと思わないか。クソガキ2人やめさせてください、江戸川さん。こんなやつらダメですよ、あんたたちの評判が下がるから。ですが、私はどうしても、まあ、そんだけ噛みつくとお前が成績上げたいだけにしか見えんぞ。お前警官としての勘は大事にするべきだが、今我々が交流しているのは一般市民だ。証拠不十分での取り調べはできん。いいな。泣けるわ、江戸川さん。分かりましたよ。完璧すぎる。運のいい野郎だ。なんだと、お前クソガキ噛みついてくんじゃねえぞ。お前江戸川さんにも失礼だからな、その態度は。いつか化けの皮を剥いでやるぜ。なんか本当あれだな、なんか出来損ないのリヴァイみたいな。出来損ないのリヴァイみたいな喋り方だからすごい違和感あんだけど。承知しました。では失礼します、警部。警部に取り調べしてほしいわ。こんなクソガキ二人じゃなくてね、一方的に自分の意見ぶつけてくるようなさ、警察の風上にも置けないようなやつとさ話するの時間の無駄だから。江戸川さん取り調べしてください、お願いします。二人が部屋を退出したことを確認すると、江戸川はじっとアーサーを見つめた。思わず目をすらしかけたアーサーだが、やがて覚悟を決めたように江戸川と目線を合わせる。もう帰っていいんですよね。その態度もどうかと思うけどな。今回は身元引き受け人が迎えに来ることになっている。誰よ。お前の事務所まで送るそうだ。誰。わかりました。では誰よ。僕は悪いことはしていない。相手をよく調べてから捕まえてください。いや、江戸川さん調べてくれたから。犯罪者を捕まえることがあなたの仕事ですよね。え、江戸川ヒューイット警部。え、これヒューイットってことは、え、親子。親子やん、親子やんって。そっか。気づくの遅れたわ。気づくの遅れたってか、まあヒューイットって言うまでは気づかなかったけど、そっか、回想でも江戸川って言ってたか。そういえば前の回想で、前の母ちゃん死ぬ回想で言ってたか、江戸川っつって言ってたよね。そういえば、ウォルターロンドン死刑。あ、ヒートや。アーサーは身元引き受け人と共に馬車に乗り、警察署を去っていく。その背中を江戸川は微動だにせず見守っていた。警部、どうかしたのか。彼、アーサー・ヒューイットの件ですが、私にはどうしても納得できません。お前らもさ、ちょっとどう思わんの。ヒューイットってそんないっぱいいんのかな。彼とは一度別の現場で顔を合わせました。その時遺体を見て彼は笑っていたんです。まあまあ、そういう過去があったからね。笑っていた。ええ、難しい顔をして考え込んでいたようですが、口元は確かにつり上がっていました。本人は思い出し笑いだとごまかしていましたが、絶対にそんなものではありませんでした。まあまあ、映ってるんでね、もう一人が。殺人現場を見て笑っていたんです。楽しそうに。なるほど。確かに不謹慎極まりない態度だとは思うが、それだけでは殺人の証拠にはなりえないぞ。分かっています。ですが、私にはどうしても彼が善良な一般市民には思えないのです。まあ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 、ちょっと怪しいよ、怪しいよな。それにあの身元引き受け人は、ゴッドスピードユニオンファミリーの副首領です。来んなよ、じゃあ。身元引き受けに来んなよ、バレるから。彼はマフィアの後ろ盾を受けている可能性があります。まあ、いずれにしても一度、徹底的に捜査するべきです。後ろ盾っていう表現はちょっと違うかもしんないけど、まあそうだよ。わかった。
気が済むまで調べて構わん。何か事件とのつながりが見出せるかもしれん、うん、ただし動かせるのはお前だけだ。単独調査ってことか。はありがとうございます警部。それと捜査を始める前に、うん、あらかじめ明かしておきたいことがある。何？親子でしたって。私の子供でーすっていうの。アーサー・ユイット、あいつは俺の息子だ。はまあ、知ってたわ姓を聞いた時、うん、もしやとは思いましたが、やはりそうでしたか。そうですね。ロンドン死刑であるエドガー警部のご子息がマフィアと関係を持つ、うん、これは問題では、まあ、関係を持つっていうか、まあ、探偵のとこにマフィアが来ただけだからな。シャーロットはアーサーの素性に関して納得すると同時に、続いて発生した看過できない問題についてエドガーを質問した。シャーロット、知っての通りマフィアというのはなかなかに狡猾で、うん、尻尾をつかませにくい組織だ。証拠が上がらなければ捜査の許可もおりん。大変だよな、そう考えたら。マフィアといい、まあ日本で言えば極道といいさ、暴力団といいさ、なかなかすごい大変だよな。むしろなんかこう警察とつながってるんじゃないかとかいう噂もあるしね。ゴッドスピードユニオンファミリー、うん、奴らは線引きが明確で己の部をわきまえている。まあまあ基本的にそういう人たちってちゃんとはしてるからね。本当にそんななんか一般市民をボコボコにするね、殺害したりとかしないからね。故に過激な犯罪行為を行わず水面下で動く。そう追っても捕まえられるのは末端ばかり。そうです。暴力団とかもそんな感じだもんな、基本的に。それに奴らは貧困層を中心に危険の少ない仕事を斡旋している。うん。ロンドン市内に不労者が溢れる昨今、彼らを食わせていることは事実だ。これ厄介だよな、この事例な。マフィアを捕まえたいっていうか、捕まえるべきと思う一方で、でもマフィアが貢献しているっていう、ね、雇用の増大や労働環境の改善は政治家の仕事であり、うん、マフィアの仕事ではないと認識しています。我々と相入れることはないかと思います。政治家も大変なんだよ。日陰者には日陰者なりの秩序が必要ということだ、うん、物事は光り輝く面だけを見るわけにもいかん。そうです。やっぱエドガーさんも正しいよ。奴らの目的はともあれ、うん、構成員も市民の一人だ。できるならば良き隣人でありたいものだろう。それ認めちゃうのもどうかと思うけどな。おっしゃることは理解できますが、私には納得しかねます、うん、警部のお言葉とは思えません。で、暴力団と良き隣人でありたいみたいなもんでしょ、言ってること。それ結構警部言っちゃったらちょっとね、確かに。もちろん見逃せというつもりはない、うん、マフィアは社会において悪であり、しかるべき状況であれば我々が捕まえ裁く。承知しました。シャーロットは納得しかねている様子ではあった。だがすぐに椅子舞いを正すと、エドガーをじっと見つめた。エドガー警部、うん、警部は本当に今回の事件が息子さんの犯行ではないと確信しているのですか。そうだよ、お前やってねえものと。俺どういう意味だ。ご子息に恩情をかけていないと本心から誓うことはできますか。当たり前だよ、お前嫌なこと言うと、お前あんま仲良くねえよ親と。あんまエドガーパパと仲良くねえわ。当然だ、うん、現在の捜査状況から鑑みて交流可能なほどの容疑をかけられないのは相手が誰だろうと同じだ。そうだぞ、お前ちゃんと言ってたじゃん、江戸川さん。あくまでも状況証拠と証言から推測した結果ということです、ね、当たり前だよ。なんだお前、なんだこのクソガキは。噛みつくな、シャーロット。シャーロットごときが生真面目に問い続けるシャーロットの様子に江戸川は苦笑いを漏らした。ああ、ロンドン死刑の誇りにかけて誓おう、うん、俺はいつどんな人物が相手だろうと法と規則にのっとって行動し判断する。当たり前だろ。わかりました、うん、ロンドン死刑の誇りも誠実かつ高潔なものですが、今は警部の言葉を信用します。そうだぞ、まあ、ただあんまり信用しすぎるなよ。いつか騙されるかもしれないから。その何が本当に良いのでしょうか。しつけえなお前、この道路で喋んなよ。調査の件か。うん、お前が言い出したことだ。ああ。それはそうですが、息子さんを怪しんで探るというのに、うん、警部は少々落ち着きすぎている気がします。まあ、それは君が今言ったことと矛盾してるでしょ。君がだって、いや息子さんに恩情かけてるんじゃないですかって言った後にさ、いや息子さんを怪しんで探るというのに警部は少々落ち着きすぎている気がしましてって。何その矛盾は。何そのすぐにフォローに入る体制、何なの。なんだこいつは。これ大したことないぞ。先ほどは忽然とした態度で調査をさせてほしいと言い
募った言い張った言い張った言い張ったっぽいな、違うかなシャーロッタがあっさりと結果を得られたことに困惑しているようだった。アーサーは絶対に強盗殺人を犯すようなやつではない。うん、俺はそう確信を持って言える。それにてかシンプルにあれじゃん、別に息子であるから恩情かける必要ないんだから、別に息子でも別に対等にね捜査をやるっていう権利はあるわけだからね、警察には。証言通りなら逃走した犯人はアーサーの顔を見ている。うん、もし万が一目撃者を害そうとしても、警察官が近くにいれば手を出しにくいだ。その時はあいつを守ってやってくれ、頼む。あいつを守ってやってくれっていいな。かしこまりました。守ってくれよ。それで、うん、少し立ち入った質問になるのですが話長えな。警部は息子さんと別々に暮らしているのでしょうか。めっちゃ話すじゃんこの道で。お前はどうしてそう思った。息子さんと接しているにしては、うん、お互いの反応が他人行儀だと感じました。いやだからさ、これだって警察署で話してんだよ。警察署で話してる以上はさ、別に親子の会話はダメでしょ普通に考えて。容疑者と警部なんだから、そんなおう息子ならないだろ、どっちにしても仲良くても仲良くてもおう息子とはならないだろう。それに警部の物言い、うん、息子さんに対するものにしては少し距離を感じます。うん、いつも顔を合わせているわけではないのかと。まあまあ確かそれはちょっとあったかもね。そうだな、確かにそうだ。俺は息子とは別々に暮らしている。どっちかというと警部の態度っていうよりも息子の態度がちょっとあれ分かりやすかったけどね。もしかして息子さんの素行の問題で対立したとか。ね、素行じゃないよ、まあ、母ちゃんの件だよ。いや特にそういう問題じゃない。俺とあいつはもともと昔からあまりうまくいっていないんだ。あいつが事故で大怪我を負った時でさえ俺は父親として接することができなかった。それはなぜです？女房が生きている頃はそんなことはなかったんだが、あいつが死んでからどうしてもな。なんか一切なんであいつを捕まえたんだよ、復讐する理由にはならないって言ってたね。警部の奥様亡くなられていたんですか？めっちゃ聞くなお前。何かで？めっちゃ聞くやん。エドガーは感情のこもらない瞳でシャーロットを見た。しばし視線が交差し沈黙が流れる。女房は殺されたんだ、強盗にな。うん、その件であいつはアーサーは未だに俺を許す気がないんだよ。でぶっちゃけでもこのさ、女房は殺されたんだ強盗になっていうさ一文だけでもアーサーが犯人じゃない疑惑が一気に薄れるよな。同じ強盗をするわけないじゃんね。だってするわけないっていうのもおかしいけど、まあする可能性低いよね。だって母ちゃんがやられてんだから。床に投げつけられた粗末な陶器の食器が派手な音を立てて粉砕された。この何こいつ何こいつ何こいつ。男は激しく腹を立てている様子だった。その苛立ちをぶつけるかのように椅子を何度も壁に叩きつけていく。どうしよっかな、時間どこで切ろう難しいんだなこれ、セーブのタイミングが。うるせえクソババ誰よお前誰だよ。振り返ったとか床に転がっていた別の食器をそばにいた女性へ向け投げつけた。食器は女性に当たらなかった。頬をかすめて飛んだ粗末な食器は壁に当たり砕け散った。思わず で顔をかばっていた女性は顔を上げるが、その怯えたような表情が男のかーし死逆心かな、思考の死だもんな。この誰よこいつ、自己紹介しろよお前。男は女性に向かって今度は椅子を大きく振り上げた。 DV だな。あ江戸川っぽい、江戸川っぽくない。なんか突然耐えてる食らった男は自分にぶつかってきた人物を肉肉でいいのかな、しげな目で睨みつける。やめろ、母さんになんてことをするんだ。え、これいやアーサーじゃないよな絶対。俺に反抗する気かよこのクソジジイ。アーサーなんか全然似てないなみんな。誰これ別の家庭かな前これ別の家庭かな、階層じゃなくて。頬に強烈な剣打でいいのかな、剣打を食らった男性はそのまま床に投げ出される。あなたしっかりして。どうなった、
慌てて駆け寄ろうとした母に父は手を出すなとばかりに首を小さく鞘に振る。そんな父を見下しながら男はにんまりと口の両端を引き上げた。いいざまじゃねえか。床に倒れたままの父の腹部を男は笑みを浮かべたまま思い切り蹴りつける。お前今まで一体誰のおかげで食べてこられたと。あ、じゃあ息子じゃん、絶対息子じゃんこれ。じゃあ誰の、誰のだって。男は足に力を込める。無造作に腹を蹴り飛ばされ父が苦しげな声を上げた。ガキの頃ならいざ知らず、うん、去年はメリルのやつだってきちんと稼いでいたよな、うん、それに今はお前ら誰のおかげで飯が食えてるんだ。なんか状況がわかんねえ。メリルを知らねえしお前らが稼いでるってことも知らねえし、この二人は誰なのかわかんねえし、このお父さんお母さんっぽい二人は誰かわかんねえし。父、男は父の胸ぐらを掴んで引きずり起こすと息を絶え絶えのその顔に思い切り拳を食らわせる。再び床に叩きつけられた父を男は無表情で蹴り飛ばした。やめて、やめておくれ。誰誰誰こいつら。どうすることもできず二人を見ているだけの母を男は、ん、なんだこれ、けんのこもった視線でにらめつけた。クソババアも口答えするんじゃねえ。うん、お前らはな、うん、俺に養われてるんだ、うん、だから黙って従えばいいんだよ。何こいつ、何このクソガキは。ヌスラーに見せつけるように男は再び父の体を起こすと拳を大きく振りかぶって殴りつける。うるせえ、泣くな。いいか、お前らが飯を食えるのは俺が金を稼いできてやってるからだ。なんだこのクソガキは。男はポケットの中に手を入れると油染みた革財布を取り出し、中の紙幣をテーブルへと叩きつけた。あ、一応お金をやるんだ。ほら仕事でな、うん、まあ俺にかかれば稼ぐくらいわけもねえんだよ。あ、これがあれか、強盗殺人で得たお金ってことかな。仕事って、お前。母を怯えたような顔で笑みを浮かべた男の表情を伺った。俺はお前らを養ってる。すげえだろ。すげえって言えよ。ああ、ジャック・ザ・リッパーかこれが。認めろよ、俺をちゃんとな、立派な息子だってな。声がクソガキなんだよな。声が小学生なんだよな。男はサイドハーに向かって急を切り上げるってか、一回終わろうかな、ちょっと一旦切るわ。じゃあ私だ。